テレビでは見たことのある流氷ですが、実際に見たことはありませんでした。アフリカ出身のお客さんが来るときに、日本のどこに連れて行くのがいいだろうかと考えました。まあ、外国の人々にとっては、これが日本という典型的な場所はいくつもあります。来日の時期的なこともあって、流氷が頭に浮かびました。自分もテレビなどでは見たことがあるものの、実際にはもちろん見たことがありません。ヨーロッパにも流氷という印象は全くありませんでした。これはもう流氷しかないってことになりました。とはいえ何も情報はないので、いろいろと調べてみました。アプローチは目盤滅まで羽田から飛行機で飛んで、レンタカーで門別のガリンコ号に乗ることにしました。まずは流氷館で流氷の概要をお勉強。あまりにも知らないことばかりでした。季節になれば流氷は着岸している景色が見られるものとばかり思っていました。ですが自然は自然。実際に門別には流氷は着岸していませんでした。乗船したガリンコ号も沖合の流氷を探しながらという運航でした。あまりにも自分のステレオタイプな印象の浅はかさを思い知りました。レンタカーにしたのはガリンコ号への乗船の後、根室を回って半島の突端のノサップ岬まで行きたいと考えていましたが、実際には通行止めで半島の先までなんて行かせてもらえません。ここでもちょっと自然をなめていたんだと思います。